私の涙でこぬ花もちりさざ波が揺れるだけささやかな幸せは歌かたぬ波花八千代の別れ島歌よ風に乗り鳥と共に海を渡れ島歌よ風に乗り届けておくれ私の愛よ海よ宇宙よ海よ命よこのまま永遠に揺らぎよ私の涙島歌よ風に乗り鳥と共に海を渡れ島歌よ風に乗り届けておくれ私の愛よララ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 La la 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 ありがとうございました、今ですね憲法9条を守る署名も集めておりますそして沖縄の基地問題このことについてのリフレットをお配りしています2月25日にはこのサンシャインありますよねこの先にサンシャインの隣の公園で沖縄新基地建設辺野古新基地建設に反対するデモが行われます皆さんぜひ一緒に歩きませんか池袋の街をぐるっと一周お散歩するような感じで多分沖縄の歌なんかもね歌いながら楽しく、皆さんと一緒に歩けたら嬉しいなと思いますのでぜひ皆さん今お配りしているチラシをお受け取りになって読んでみてくださいそれで今日の街頭宣伝はですね私たち沖縄と東京北部を結ぶ集い実行委員会がやっていますけれども SNS で見て個人で有志で行動して参加してくださっている方がたくさんいらっしゃるんです中にはですね大阪にお仕事の出張でたまたまいらしている方が参加してくださっていたりそれからですね今からお話ししていただきますけれどもなんと北海道から来てくださってあごめんなさい青森ですねごめんなさい青森から来ている方もいらっしゃるということで全国でこうやってつながっていくことがとっても嬉しいですではぜひお話ししていただきたいと思います青森からご参加の方ですよろしくお願いしますみなさんこんにちは私は、青森から来ました、昨日は福島の郡山に行きまして私は普段
原発反対の運動をしています。それでも、今日はスタンディングを、こちらで参加させていただけるということで参りました。普段は原発反対で青森の核燃サイクルの反対で青森の駅前で、金曜日行動に参加しているんですが、今日はこちらで、戦争反対の話をさせていただきます。そしてあと生徒先ほどちょっと話したんですが、私青森から来たのでせっかくですからこの東京にも青森の方、青森から来た方っていると思うんですけど津軽弁で演説をしてみようと思います。いいですか？はい、じゃあスイッチ切り替えます。青森から来ました山下と申します。青森にはですね、沖縄にも基地ありますけど、青森にも三沢基地という米軍の基地があります。それで、一昨年の10月、青森の、青森空港からですね、青森と岩手と秋田の自衛隊員、若い自衛隊員がですね、青森空港から南スーダンに PKO の、派遣に行って、大騒ぎになりました。そちらで今ツイキャスしてくれている方と一緒にですね、最初八戸にいたんですけど、次の日に青森で青森空港から自衛隊員が青森空港から派遣されるんだってってのを聞きまして朝4時に起きまして行きました。電車に乗って2時間かけてで青森空港に人に車に乗せてもらいまして行きました。そしたらもう、あの自衛隊の人たちが、あの服装でこう行ってくるぞみたいにですね行くわけですよ。それで私たちはあの青森空港の、デッキ、屋上っていうんでしょうか、そこで見送る家族を旗で見ていました。でもうやはり、シリアとか中東にですね、南スーダンに派遣されるわけですよ。で家族はみんな、泣いてる方たちもいました、その時は。で私たちはそれに反対をしまして、派遣されれば撃った撃たれるのことになったら死んだらどうするんだということで、絶対行かせないということで青森空港の前でスタンディングをしました。でまあ、もう止めることはできないのでもう飛行機に乗って飛行機まで見送って、自衛隊員は行ってしまったんですが、その後に、南スーダンがすごいもう内戦状態がもう大変なことになっているということで、もう返さなければいけないというのがあの国会でも決まりまして、3ヶ月でしたでしょうか、4ヶ月ぐらいで帰ってきましたけど、でも、私は青森であの運動してるんですけど、聞くところによりますとテレビでは流れない情報ですが、現地で亡くなった方とか自殺した方もいるという情報がありました。そういう戦争やってるところに行けば誰だってショックになります。 PTSD とかですねみんな、なるわけですよ。で死んだ方もいると、そういったところに戦争というものはやはり人が死ぬんだ、基地を作ればそこからそこでまた訓練とかもあります。沖縄これは沖縄 の, あの基地反対のスタンディングですが、どこにも基地はいらない、そして、もう基地も作らせない、これはみんな私たちの願いです。ありがとうございます。それでは、最後にちょっとだけ歌を歌ってもいいでしょうか。はい、青森にですね、シングライクトーキングという、バンドがありまして、その佐藤筑前さんという方がいるんですけど、その方が、歌っている、ちょっと戦争反対に近い、歌がありますので、ちょっと伴奏はないんですけど聴いてください。ラララという歌です。壊されてゆく地平線の緑の嘆きを時々忘れたのままに感
じてみよう か。 Oh, my prayer for the ground 争うことはやめて。 Oh, my prayer for the ground 大地が揺れるから、野の花を忘れぬように唇に歌を確かめたい。今できること決して曖昧にできはしない。ありがとうございました。基地は日本中どこにもいらないです。皆さんにもこの願いを聞いてもらいたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にすごく澄み渡る綺麗な 歌声を披露してくださいました。綺麗な声でした。ありがとうございました。青森からご参加の方でした。三沢基地が近くにあるということで、リアルなお話もしていただけましたね。実際大切なことはやっぱり自分のこととして置き換えて考えるということだと思うんですね。自分の住んでいる町にもし米軍機が飛んでいたら、基地が近くにあったら、そういうことをちょっと考えてみる。私、子供が20歳になった、娘がいるんですけど、20歳になった時に思いました。沖縄で夜ジョギングしてた女性が元米兵隊に殺されて、そんなことがありましたね。安心してちょっと夜にジョギングすらできない。私なんかも夜ウォーキングとかジョギングとか行ったりしますけれども、そんなことすらできないような場所が日本にあるということ、それから今安倍さんがやろうとしている救助会見、これ自衛隊の人たちを戦地に送り出す、そういうことです。自分の息子、私の息子が言ったことあります。俺勉強もできねえし、うちも貧乏だから中学出たら自衛隊入ろうかなって言ったことがあるんですよ。私に、私はやめてくれって言いました。もうその時は安保法案で自衛隊が日本を守る訓練から人殺しの訓練に切り替わってると、安倍政権になってそういうふうに変わったということを私知っていたので、息子には頼むから自衛隊だけは入らないでほしいというふうに言いました。でもそうなんです。アメリカだって貧しい家の子供が学費を稼ぐために大学に行きたいからって軍隊に入るわけです。そこで戦場に送り出されて命を落としたり怪我をしたり、心に PTSD を抱えて大変傷ついて帰ってくる、自殺率も高い。それがもし自分の子供だったらっていうふうに、そういうふうに置き換えて皆さんも考えてみてください。誰かにそういうことを押し付けて、いや基地があるから安全でしょとか安心でしょとか、そんなふうには私は思いたくないです。ぜひ皆さんちょっと自分の身近なこととかして考えてください。オスプレイが空を飛んでいたらものすごい音がします。うるさくて小学生の子供も夜不眠症になって学校に行けない、仕方がないからお父さんと村と離れて避難をする、お母さんとお父さんと一緒に暮らせない、そんな現実が沖縄の高江というところで起きています。私は大人として非常に恥ずかしい、情けない、そんなことに子供を晒している、こんな現状は変えなくちゃいけない。沖縄は遠いけれども、どの子供も世界中の子供も私たち大人の大切な命、大切な宝です。守りたいと思います。今憲法9条を変えさせない署名も行っています。自衛隊の人たちを海外に行って殺したくない。自衛隊の人たちが殺すのは誰でしょうか。南スー